一番手前に、石2が連結されている南大夕張駅跡、1997年南大夕張駅跡の石2、2007年三菱、石炭工業大夕張鉄道石線形式石2、経過者は、かつて三菱石炭工業大夕張鉄道線で、使用されていた貨車である。1934年製造、日本国有鉄道石線形。系。 赤線217旭川電気軌道赤線1。旭川電気軌道に乗り入り中に事故を起こし、そのまま買い取られ同社の赤線1。1954年5月、三菱大夕張鉄道に譲渡され責任になる。運搬はもっぱら国鉄からの乗り入れの石炭車により行われていたので、赤1と共に車線内での事故消費用石炭輸送やバラストの散布に使用された。 石一とともに石炭車の発展を示す貴重な車両である。1987年の廃車後、南大夕張駅跡にオカレスはに六などとともに夕張市に寄贈されたが、管理もされず、荒廃状態にあった。1999年に三菱大夕張鉄道保存会が発足し、修復、整備され下記は公開されている。また、 空地の炭鉱関連施設と生活文化として2001年に北海道遺産として指定されたのに加え、2007年11月30日には経済産業省より近代化産業遺産として認定された。ありがとうございます。